麻雀遊戯王。UU の千歳りみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やだー今度は後ろがスケスケじゃん。じゃあ今ねカメラのちょっと価格を調整してる。あれなんてだ、顔の大きさが全然違う。もっと前に出すこういう声ですか。じゃあカメラ座るところをもっと前に出すね。あー全然違うなと。ねえ。はい、はい、何ですか。まさか今撮ってないよね。あ、でも撮ってますね。何でんだよ、回す必要ねえだろ、こういうくだりは。ということで、後半は千歳りみプロのいろんなお話を聞きたいと思いますが、その前にですね、はい、はい、今回も、じゃーん。はい、スポンサーのピンクヨンさんからですね、ピンクヨンをいただきましたので、これを飲みながらお話を聞いていきましょう、はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。でもなんか程よい甘さというか、そうだね、控えめな甘さでね、はい、マリチューさんなんかね、お酒にね入れても合うんじゃないかって言ってまして、うん、最近ね内田さんもね、このピンクイオンさんに入ってる成分は全部いいっていう、めっちゃ言ってましたから、内田美子さんもね、はい、皆さん持ち運んでて可愛いからね、まず確かにそうですね、可愛い、色が可愛いから、はい、なので皆さんぜひぜひこの暑い夏をピンクヨン熱中症対策に乗り切ってください。これを飲んで、はい、ということで、はい、早速やりましょう。千歳りみプロフィール、はい、身長161センチです。おお、高い。体重、うん、今ですか。これはだからもう公言したくなければ耳元ささやきシステムにしましょう。161センチでそんな細いの。いやでも今結構太い。だって私めちゃくちゃ頑張って痩せて、はい、リバウンドをして、うん、戻して、うん、158センチで今58になって、はい、何で笑ってんの。あ、肉の塊が喋ってんなって思ってた。嬉しくて、はい、朝一駅で、はいはい、星野 P と E ピンクに会った瞬間に、はい、58キロになったのって、はい、よかったですねっつってね、痩せたんですね、痩せたんですねって二人とも温かい眼差しで私を見て、はいはい、笑ったでしょ、私の58キロに。違う、笑ってないです、笑ってないです、はい、本当にまあでもね、あのすごいスリムな体型、スリムだよね、めちゃくちゃ。ぽよぽよです。喧嘩売ってる。そうですね、今横にぽよぽよがいるにもかかわらず自分のことをぽよぽよ、ね、怒ってるぽよよ。ということでですね、はい、RMA 所属。あ、はい、はい、RMA、何年目。5年目です。あ、5年も経つんだ。もうそうですね、今年で5年目で、確かにね、ここ最近出られてる方の中では結構ベテランと言いますかね、うんうんうん、中堅だよ ね、はい、ね、ありますね。あの、ずっと埋もれてました、最近活動的に。なるほど、なるほど、なるほど、ちょっと下積みがあったぞということですね。そうですね、あんまりゲストとかもすごいたくさん入ってたりしてなかったんで、なんか最近知った人とかも結構多いですね。なるほど。え、それはなんで。会社員とかだったり。今は今も会社員。あ、今も会社員なのなの。なるほど、なるほど。2足、2足のわらじ。そうです。何系会社は。今は、病院の受付事務みたいな感じで。はあ、医療関係ってこと。まあでもジムなんでそんなにすごいあれじゃないですけど。あ、じゃあ全く別に医療の知識はないの。本当に事務的な部分ですね、保険証とかそっちの。へえ、それ毎日行ってんの。そうですね。今日はじゃあお休み。今日お休み取ってくれたの。そうです。わー、すいません、ありがとうございます。え、じゃあ正社員ってこと。正社員ですね。え、給料いくらなん。いや全然もう低いです。え、でもさ、それプラス、うん、活動、女流プロとしてのお仕事をがあるから、やっぱ中堅クラスレベルでもらってますよ。なるほど、なるほど、うん、今年一回転職して、その前は全然違うなんか IT のベンチャー系のなんか営業系のとかだったんですけど、そっちの方がもう忙しくて、うんうん、あの今年転職してっていう感じで。じゃあもっと麻雀プロとしての活動もやりたいなと思って、もうちょっと融通の利く。そうです、そうです。給料は下がった。下がりました。いくら前稼いでたの。あー、波ある、波あるね。そう、営業とかそういう月で変わったりする、インセンティブみたいな感じだったんで。へー、まあ、だとしたらね、多少下がっても時間に余裕がある方がいいですよね。前地上波でやったでしょ。私録画して見たんだけど、なんだっけ、何の番組だっけ。ボンビーガール。あ、ボンビーガールだ。ボンビーガールに出られてるんですね。そうですね、それのなんか恋愛企画みたいな、はい、だよね。なるほど、なるほど。ちょうどコロナの時期で、はい、あの男女面識のない男女3人ずつ計6人が1週間 LINE のやり取りをして、
恋にが生まれるかみたいな。あ、なるほど。もうコロナ禍ですからね、はい、その会うことができないから LINE でということですか。一応一人だけ誘ってデートはできるんですけど、はい、まあそれはお互い誰デートしてるとかも知らなくて、で最終日に全員集合してそこで初めて会って、え、顔を見るの、そこで初めてデートしてる人は顔を見てたりとか、 あと、うんうん、LINE でやり取りしていくうちに写真あげたりとか電話したりとかあるんですけど、それで、まあ、最終的に告白してお互い両思いだったら、あのプライベートの LINE 連絡先を、まあ、交換するっていう。え、どうなったの、あなたは結局。私はあの振られましたね。振られました。いいよ、振る男がいるの。相手方も振られて、結局三三男女6人だったんですけど、うん、私の相手の人だけ不成立で、それ以外2人は成立。あら、マジ？じゃあ千歳さんとそのね、千歳さんが言った方だけがダメだったと。そうですね。あら、まあでもそれで3組中3組揃ったらそれはそれで面白くないのかもしれないですから。なんかやらせっぽく感じちゃうよね。そうですよね。逆にまあそれぐらいあった方がいいのかもしれないですけど、恥ずかしくて振られて泣きました。恥ずかしくて、ね、なんで私だけ振られてんだろうってね。恥ずかしかったです。しかもこれ地上波で流れるの恥ずかしかったですね。やっぱあの泉さんから連綿と、やっぱあのでそういう恋愛系に出る女流の方は成就しないっていうあるあるがね、 ありますね。本当にその時は好きだったの？今後もし何かあればってぐらいですね。まあ1週間なんで、それ本当にすごい大好き。じゃあその3人の男性の中では一番 LINE も盛り上がったしみたいな。そうですね、まあ年も近くてみたいな。ちょっと距離縮められたから、まあまあ、この先のお友達ですら拒否されるという。え、ぶっちゃけ振られると思わなかった？いや、振られるなって思ってました。あ、そうなの。一応なんかそれぞれ秘密を抱えていて、うん、デートした時に秘密を打ち明けるなんかそのマーダーミステリーみたいなことしますね。でもその時が、はい、私がその普通に会社員だけど実は麻雀プロやってますっていうのが秘密。なるほどね。行った時に両思いだと、あっちも秘密打ち明けてくれるんですよ。なるほど。あ、僕の秘密はこうだよと。そうです、はいはい、打ち明けてくれなかった心のロックは取れなかったですか。そうですよね。いや、でもしっかりね、自分から行動を起こすのは素晴らしいことですよね。きっかけは何だったの、その番組に出る。テレビ局 の, そのスタッフさんっていうか知り合いがいて、ちょうどで今彼知るみたいな、なんか オーディションでこういうのあるんだけど出てみないみたいな感じで、一応軽く面接してで受かってみたいな感じ。なるほどね。ほど、そういう風にやらないと地上波出れないのね、オーディション。私も出たいんだよね。で、あ、出たいです。なんか恋愛企画ものに出た。ほう、いいですね。なんかあの、バチェラー。バチェラー。バチェラー言えないやつが言ってたいと思わないでください。なんか、そういう、はいはい、あの、私を、はい、何十人の男が、はい、取り合うみたいな。ああ、美味しそうだから。食べちゃいたいっつって。それか、逆でもいいよ。この、はい、男の人を、はいはい、あの、私含め、いろんな子たちが狙うみたいな。はい、で、一組だけ。あ、ちょっと待って、あの、千歳さん忙しかったら仕事してていいですか。なんか、それ、すごい、あの、相乗りとかもそうなんだけど、はい、なんか、すごく私、はい、あの、本当笑わないでね。笑わないです。はい。なんか、自信あって。すごい。危ねえ、笑わないって決めてたのに笑っちゃった。やべやべ。はい。なんか、成就できそうな自信が。すごいですね。まず人妻なのに。いや、だからそれがないとしての話。ないとしての話。うんうん。葵が、葵が、誰のものでも ない。ないとして、葵が一人の女だとして。一人の女のね、葵だとしてね。うん。はい。すっごい自信あるの。なんでだろう。私狙った男は伸ばさない。もう麻雀遊戯をこれ以上炎上したくないんですよ。コメントにも今すごい、ふざけんなよ。ふざけんなてめえっつって。いや、でも言うてたよ、一品くん。はい。話がまず面白いじゃん、私。一緒にいて。一緒にいてマジ飽きない。怖内面で攻めてきよう。すごい。外見じゃないんだ。はい。普通そこそこいけるじゃん。中の上というか。中の上というかね。はい。でも笑いすぎなんだけど、星野 P、マジで。もらってんだろ、内心。大丈夫。お前顔は中の上だけど、体重は上の上だぞ。思ってたんでしょ。こんなこと思って、まずいですよ。思ったでしょ。これ非常にまずい映像になります。聞いて、はい、聞きましょう。はい、まず話が他の一般女性より面白いじゃん。まあまあ、まあまあまあ面白い、楽しい、うんうん、はい。こう見えて葵って腹立つわ、腹立つわ。こう見えて葵って、はい、もう、はい、すごくギャップが激しい女の子。
知りませんって。だってギャップ弱いです。そう。知りませんって。だって青いこう見えて。ちょっと話合わせなくていいんですよ。いいんですよ。業界の先輩だから。すいません。もう本当に男の前では、うん、すごいゴロニャン系なの。ね、だとしたらドラ猫ですね、これ。でっけでっけ、はい。だから、はい、すっごい惹かれると思うよ。投げ長かった話。だから、こうしたら成功してたと思うよ。じゃあ、そのギャップをちょっと見せきれなかった。あなた顔はいいんだから、すごい。そうですね、顔はジョーのジョーなんだから。ジョーのジョー、はい。だ話をもっと面白い。そう、話がつまらないからね。確かに、それはあります。ダメ出ししてましたね。話があります。それは。え、うん、だからあれですよ、聞きやすいんですよ。まあ、すごい真面目な方なんだろうから聞きやすいですから。別につまんない面白い関係ないじゃん。関係ない関係ない関係ないよリミ。関係ない。次は俺から成功できるように私がこれからセラピーしてってあげるから恋愛、はい、セラピー。お願いします。そうですね。恋愛セラピーもしくは文語トーク教室を。うんうん。はい、お願いします。何の話したっけそれ。普段から私のことはいいんですよっていうくせに今回はなかなか自分のことしちゃうってことじゃん。そう、あのね、そうじゃない、アピールしていかないとこういう媒体を使って、はい、媒体を使って、うん、私は面白いですよ、あの、はい、出してほしいなと思って、なるほど、地上波の引き続き、ね、はい、よろしくお願いしますということですね。まあいいや、その話は、はい、千歳さんはそうやって地上波で、ね、司会出られてるぐらい出て活躍した過去がある、はい、知名度も上がったんじゃないですか。そうですね、その時は1日で数百人ぐらい、うん、SNS フォロワーが増えてたりとかはして、あすごいなみたいなのがありましたね、うん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 、なんで RMU に入ったの。 RMU は、プロになろうって思った時にすぐ受けられたのがその RMU と、あなるほどね、あとはまあ自分が、まあ、知ってる、特に知ってるプロが大井さんとかだったのと、あれ見えてなんかライセンス制なんですよね、うんうんうん、まだすごい実力に自信があってプロになるっていう感じじゃなくて、まあそっちから徐々にちょっと実力をつけていけるのにはあれもいいがいいのかなみたいな感じで当時選んで入りました、ね、ちょっと段階踏みたいみたいなのがあったんですね。すごいよね、 RM に入会する人ってみんな同じ理由で入らない、はい、大井さんがいるからとか、うん、大井さんがあの一番なんですかね、広告塔みたいな感じで すごいよね、うん、そう考える、うん、すごいですよね、本当大井さんってすごくない、うん、だって日本プロ麻雀協会に入りたい理由が五十嵐代表を知ってるからって人私聞いたことないのちょっと待って、時短帯です広告塔というかやっぱり有名ですよ ね、 ね、うん、一番引っ張ってますよね。一応試験半年後みたいな予定で勉強して入ろうと思って、はい、申し込んだら、うんうん、なんか1ヶ月後ぐらいにもう受けれますよって言われて、一人ですごい、すごいじゃあ臨機応変なんだね。当時はあの、うんうん、結構そういうのがあって一人で受けに行って、なるほど、受けました。どう入って、楽しいです。あれ目楽しいの？楽しい。なんで楽しいの？超怖。もう聞きたい、いろんなやっぱ多難体だから。そうですね。どうね、楽しいところ教えてくださいっていうことですね。楽しいところ。はい、でもなんかいろんななんかワンデーとかの大会自体が、対局が多いので開催してるよね、よくね。結構あの競技麻雀好きなんでいっぱい参加できるのが嬉しいな。でも全く移籍とか考えてない。遺跡はなんかちょっと考えた時もありましたけど、なんで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 来た来た、なんで、はい、いやもうなんか自分埋もれちゃってるからいっそのことなんか変わってリセットした方がいいかなとか、ちょっとこのままじゃいかんぞということですね。なんか別に結果も出せてないからみたいな思った時もありましたけどあれだ、協会来れば私のこの顔のレベルならいやいやいや売れるんじゃないかって。そうですね、今売れてるやつがこの顔だもんな。ちょっと待って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 、どうしました、話が面白いヒロ、はい、あのね、はい、教えてあげる、はい、売れるにはおセラピーしてあげる、私が顔はすごく大事、これも最低限で、私も最低限の顔を持ってる言ってて悲しくなるんですか。これは最低限、はいはいはい、だけどやっぱりキャラクターだから、うん、今日遊戯をきっかけに、はい、キャラクター作ろう、キャラクターお願いします、ぜひ、はい、今でもこの話がつまらない女振られた女だよ、忘れない印象、うん、話がつまらなくて振られて下着が若干透けてる女に、そうそうそう、それしか印象ないから、はい、なんか話していくと頭おかしい女とは言われるんですけど、怖い、なんか思ったことをすぐ口に言っちゃう親父ギャグとか。あ、そうなの、なんか例えばじゃあ面白い親父ギャグ言ってみ。いや聞いたことないハラスメントピエンピエンピエトロドレッシングピエール滝みたいなことを言っちゃう、面白い面白い
すごいですね。精一杯の声量で言いましたね。はい、本当にキャラないね。勇気振り絞って言ったのに。でも売れたいって気持ちあるんだよね。はもちろんあります、うん、女流本当は女流プロ1本で食べていけるならそれがベスト、それがベストだとは思います。あ、じゃあいつ別にジムのお仕事辞めてもいい、まあ、その生活が安定できるなら、できるなら、あ、なるほどね、と思いますね。なんでだと思う埋もれてるの。なんですか、セラピー始まってる。始まってる今。始まってんだ。もう宮内さんの気分でいる今私は。わかりました、うん。じゃあこれも聞いてみましょう。いやでもキャラがない自覚はありますね。やっぱりあります。うん。うーん、あとはでも顔はだって生きてると思ってるでしょ自分で。いや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 。とんでもねえ確認回数。顔はぶっちゃけ。いやいやいや、もう全然全然。本当は？だって私この顔で自分が可愛いと思ってるんだよ。それはもううぬぼれてるだけです。大丈夫です。だって私の代わりのポジションいないから。それぐらい私自己肯定感めっちゃ高いから、めっちゃ高い。はい、あの我々の方で下げておきますクレームはおやめください。我々の方でちゃんと下げておきますから、ね、でもめっちゃ本当に面白いんで今あのマジで助かってます。そうだよね、多分これ1対1の動画だったら終わってる自覚があります。そんなことないですよ。そんなことないよ。ちょっとぐらいあるこの先こうね、いろいろといろんなね、うん、経験をしてついていくものかもしれないですけれども、やっぱり覚えやすい方がね、いいに越したことはないですからね。うん、でも遊戯王さ、私と何回かオファーしたじゃん、オタク方も、はいはい、全部断ったじゃん。その時はその前の仕事だったんで、平日がちょっともう有給とか休みがもう取れない。そうなんだ、一切そういうのができない。そうですね、その前の会社は土曜日とかも出社があって、うんうんうん、そういう対局で全部有給とか全部当ててたんで、うん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 、もう休めないみたいなのとか、うん、でもなんか急にさこうやって出ようと思ったきっかけは何かあったんでしょう、埋もれないために。でもその転職をして結構融通聞くようになったんで、うん、あとはもうこの今のタイミングしかないっていうのが、もうこの1年勝負だと、勝負だという感じで来ました。いや、いいと思いますよ。そう、なんかね、実はね、はい、今月千歳さんに会うの3回目なんですよ。あ、そうなんですね、はい、たまたま本当に、はい、あの私の大会にゲストで呼んでて、はい、さらにあのちょっと美魔女フォトブックっていう、うん、はい、写真集の私はお手伝いをしていて、はい、そこにモデルとして出てくれて、はい、もうそこで本当に豊満な下着姿とちょっとね危ないかもしれない、水着姿をね、はい、披露してくれて、はい、遊戯王を今回受けてくれたのも、うん、あ、なんかちょっと変わりたいきっかけがあるのかなって私の中ではそう思って、うんうんうん、やっぱメディアにこう大事上げてるのが、そう、金じゃないからでも後々に繋がってくるから、お金に。そうですね、まあ、今はそのお金がどうこうとかではなく、やっぱいろんなところに、ね、出てきて顔を覚えてもらって、うん、なんかリーミンのキャラ、うん、なんかね勝手にねコメントとかでねキャラクターがついてくるときあるんだよね。あ、じゃあ頑張って、そうそう、対局とか出てくる、はいはいはい、例えば私はすごい不本意ながらに、うん、私の手がまるで、うん、豚さんのこういう手みたいな、はい、ああ、なるほど、そういう言われたんですね。そうそう、とかクリームパンのようだとか、毎回対局に出るたびにクリームパン、クリームパン、ひどいですね本当にね。まあでもそういうところからなんかどんどん勝手にファンの人たちがキャラクターを作ってくれる、はい、うん、うん、あとはそうですね、今の個性を伸ばしてもいいわけですから、うんうん、行き切っちゃえば多分話がつまらないも多分個性になる。あ、そう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 、はい、それはそれで、うん、はい、凡人ガールほら、この空気、ほらこの空気いいぞ、これが千歳の空気だみたいに。いやでもいいと思う、ちょっと、うん、はい、チャレンジしていきます、はい、いいと思います。黒髪ストレートでボブ、ショートボブみたいなのはすごく似合ってるし、うん、自分の似合ってるのも分かってる髪型をね、うん、ありがとうございます。いいですね、はい、逆文語ですよ、逆文語。あ、可愛いのに話つまんねん。ちょっと待って、はい、どうしたんですか。私は、はい、そこそこ可愛くて話が面白いだからね、だいぶレベル違うから。あ、そうか、そこそこ可愛いですね。あ、可愛さがそこじゃないですね。何を言ってるの。そこそこ、あ、ごめんなさい、ちょっと全然間違えてました。本当に訴えるよ訴えたら勝てると思ってるから。本当ですか、うん、うーわー、どうしようかな、敗訴かな敗訴だな。じゃあ頑張っていきたいと思います、はい、最後何か、最後ファンの方に。そうですね、キャラがないんで、これからいっぱい出ていくので、うん、いつかキャラがついた状態でもう一度ここで文吾さんと何か、はい、面白い感じで、うんうんうん、キャラつきましたよ、キャラつきましたよの報告ができるように頑張りたいと思うんで、うんうんうん、お願いします。皆さん、はい、そしてリミプロのツイッターチェックして、うん、ぜひフォローして
そうですね、フォローしていただいて、リプライとか、あとこの動画のコメントとかに、うん、いや、このキャラあるじゃんっていうのを教えていただけたらと思います。普段は待って、雀荘でなんか働いたりしてないの？土日祝日とかになるんですけど、じゃあそれは入る時はゲスト入ってます、ね。基本的に土日祝日そうですね、祝日になるんですけど、まあ、でも働いてるから、そうです。リミットしたいと思ったら、はい、ツイッターをチェックしたら。そうですね。大体何かしらゲストある時は告知してるんで。わかりました。それも後でご確認くださいってことですね。はい。はい、最後、女流プロとしての夢は？麻雀のタイトル、大きなタイトルを取りたいですね。わあ、いいですね。はい、何か。でっかいのバーンって取って、おーっていう感じになりたいです。おーってみんなに言われたよ、ね、というわけで見守っていただきたいですね。見守っていきましょう、はい、みんなで千歳リミプロを。はい、ありがとうございます、はい、それでは最後はこれで、はい、締めたいと思います。はい、いきます。次はあなたのお家に行っちゃうぞ。千歳リミプロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。2本の人を初めて見ました。